株式会社スクエアエニックス取締役実行役員、さらにですねファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクター兼ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田と申します。よろしくお願いします。偉い人何しに来たスクエニの方は、ね、今日ちょっとまあ僕が関わったしくじったゲームについてちょっと皆さんにお話ししたいなと思って、呼んでいただきました。で僕一番最初そのゲーム業界のキャリアをスタートしたのってハドソンっていう、ハドソン、はい、そこでちょっとボンバーマンとか、すげえ嘘でしょ。ちょっと待ってボンバーマンでそんなに跳ねます？当たり前でしょ。めちゃくちゃやってた。ボンバーマン作られたんですか？はい、すごい。褒められたら気持ちよさそうな顔しますね。いやだって首で首でこう、まあそれで2005年にスクエアニックスにまあ移籍することになって、で現在ファイナルファンタジー16最新作の開発中なんですけど、そのプロデューサーも兼任させていただいてます。えプロデューサーっても一番上ですかその作品の？そうですね、はい、全部 CG するみたいな、はい、内容もお金の計算も全部ですね。いろんなゲームをこう手掛けて、まあ、いろんなしくじりやってきてるんですけど、その中でも一つ大きなやつを今日ご紹介したいと思います。次のページお願いします。それがファイナルファンタジー14でございます。ファイナルファンタジーシリーズにないでしょしくじりなんか。しくじりなんかないですよ。何を言ってんですか。じゃあ今日全部終わった後今のセリフをそのまま言えるかどうか確認させてください。そんなしくじってんだ。しくじりに偉い自信も1987年に第一作が誕生。これまで15作品がリリースされたファイナルファンタジーは FF という愛称で呼ばれ、世界中で愛され続けるロールプレイングゲーム。新作発売の際にはファンがお店の前に長蛇の列を作り社会現象に。そんな国民的ゲーム FF14 のまさかのしくじりとは。ファイナルファンタジー14って実は発売は2010年です。あ、そんな前なんだ、はい、ずっとやってんすね。そうなんです、そうなんです。じゃあファイナルファンタジー14ってどういうゲームっていうと、基本は一人で遊ぶ RPG が多いと思うんです、うん、はい、あの世界がオンラインゲームとしてみんなで共有されてるっていうのをちょっとイメージしてもらえればいいです。マップの中に他に冒険してる人たちもいますよみたいな。面白そう。でものすごい期待感を持ってやっぱり市場に迎えていただいたんですけど、その2010年、はい、ただ、まあ、発売した時にはいろんな言葉が飛び交いました。それが次のページにありますので開いてください。10年に一度のクソゲー。ひどい。こんな言い方だね。インターネットは辛いですね。怖いですね。当時の2チャンネルに、まあ、書かれてたんで。やっぱ2チャンとか見るんですか、制作サイト。あ、見ますよ。ちなみにオンラインゲームって知ってるぞみたいな方ってどうですか。どうですか。みんな聞いたことある。僕は APEX っていうのをやってますけど、はいはいはい、この間高校生2人に下手なのお前このランクでやんじゃねえって怒られました。めっちゃ煽られてるじゃないですか。ごめんなさいって言いながら。かわいさ若さま。そんな中でゆいぴさんは実はファイナルファンタジー14プレイしてくださってます。信じられないかもしれないんですけど、生まれて初めて食べる時間忘れたんですよご飯。その時ダイエットがはかどってて特に。そう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 。ゲームね。そうそうそう。すげえ。めっちゃ楽しい。いいゲーム。しくじってないじゃないですか。いやまあそれ今の話です。絶対の自信があるんだよ。しくじりに対して。しくじりに持ってきたい。なんか聞いた話ではトレーラーがとにかく発売前にすごい綺麗で色鮮やかでもうとんでもない冒険が始まるんじゃないかって言って、で当時だと結構それをプレイするには結構いいお値段のパソコンを買わなきゃいけなかったらしくて、うん、よっしゃ、ね、こんなんできるんだったらちょっとタイマイ働いて買うわっつって買ったらクソゲーだったっていうので。なんかでもここがおかしいとかここがつまんねえ的な切り取られ動画をなんかニコニコ動画とかで編集されたの見た覚えがあるんですよ。それはなんか記憶ありますね。そもそもなんでそういう状態になったのかっていうちょっと結論から先に出させていただきます。ちょっと次のページをめくってください。過去の成功体験が
あまりにも大きすぎたっていうことが全てのしくじりにつながっていると。あのファイナルファンタジーシリーズっていうのはやっぱり先人たち先輩たちのまあすごい努力によって世界的大ヒットゲームにこう上り詰めていったんですけど、それによってだんだん作り方も固まってきてしまうし、成功してるんだから前と同じことをやった方がいいじゃないですか。なるほど、だから2世3世が会社潰すパターンですよね何も考えずに同じことやってるからそうなんですよ。で今日はですね、2010年に大きな騒ぎになった後にですね、僕全権指揮を取らせてもらうことになったんですけど、まあ、そこからのしくじりの分析とそれから立て直しの経緯っていうところについて今日は授業をさせていただこうと思います。立て直したの、立て直したんだ。はい、あの、まあ、はいって言っちゃった偉そうって言われるんだよなまたそこには過剰なこだわりが災いしたとんでもないしくじりが。花瓶フラワーポット、うんうん、あれがですね、なんと一人のキャラクターと同じぐらい処理が置いてある花瓶ですよね。そうなんだ、激ヤバじゃん。この動画の続きはアベマで、最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。